ストレスゼロの生き方、心が軽くなる100の習慣。今回は筋トレ啓蒙活動で有名なテストステロンさんのストレスゼロの生き方を要約していきます。この動画を見ることでストレスを感じない人の考え方がわかり、皆さんも少しは生きやすくなると思うので、ぜひ楽しんでみてください。では行きましょう。テストステロン氏は海外で社長業や執筆活動をし、極めて多忙な日々を過ごしているが、なんと全くストレスがないそうです。そんな彼はこの自分独特の考え方を言語化して皆さんとシェアした方が良いのではないか、そしたら皆さんも少しは生きるのが楽になるんじゃないかと思ってこの本を書いたそうです。本書で説明されているテストステロン氏の習慣のうち、常識とは反するようなインパクトの強いものを中心に紹介していきます。では本日のお品書きはこちらです。では1番から参りましょう。夢を持つのをやめよう。多くの人は自分だけの夢を持てと言います。でも実際、君の夢は何だと聞かれて答えられる人は少ないのではないでしょうか。やりたいことがわからない、仕事が転職じゃないと考えて苦しんでいる人が極めて多いです。これを夢呪縛と言います。夢を持つことが神格化されているあまり、夢がなくて苦しんでいるのです。しかし安心してください。夢なんて無理に持たなくてもいいし、急いで探す必要もないのです。そもそも夢なんてそんな簡単に見つかるものではありません。夢に向かって一直線で生きる必要はないのです。いろんなことを経験するうちに、あれ、これもしかして人生かけてやりたいかもっていうことに嫌でも出会う日が来るから、焦らなくても良いのです。人生は冒険です。だから迷って当然です。夢の呪縛から解き放たれて、今この瞬間を楽しもう。そして冒険を楽しみましょう。そしたら夢など自然に見つかるということです。これを聞いて本当かよと思う人がいるかもしれません。しかしこの考え方は科学的に正しいのです。第5氏は研究データを引用しながら、夢や長期目標は人生に必要ない、夢や目標は目の前のことに想像力を持って熱中して取り組んでいるうちに自然と生まれるものだと言っています。だから今何か熱中できる目の前のことにただただ没頭していれば良いのです。ホリエモンも長期目標は意味はない、ただ目の前のことに熱中せよと言っています。では次2つ目に参りましょう。他人に期待するのをやめる。人間関係でイライラしてしまう人にイライラを一発で止める方法を教えましょう。その方法とはズバリ、他人に期待することをやめることです。すべてのイライラは期待から生まれます。こうあってほしいなっていう期待だったり、こうあるべきだっていう期待をして、他人がその期待に応えないとイライラする。しかし他人は期待する対象としては最悪の存在です。絶対にコントロールできないし、誰でも自分が一番可愛いのですから、あなたの期待通りに動くことはほとんどありません。人間は誰しも己のために動く。だから他人に期待するということは、絶対に負けると分かっているゲームに参加するということなのです。他人に期待することをやめるとメンタルが超安定するとのことです。他人への過度な期待をやめ、自分のことは自分で解決すると決めると、人生がとても生きやすくなります。ここで他人に期待しないとはなんて冷たいことを言うんだと、そんな人生は寂しいじゃないかと思う人がいるかもしれませんが、これも科学的に正しい考え方なのです。 Think Clearly という本の中では、データに基づいて他人は絶対に変えられないと言います。たとえ愛する恋人であっても、あなたの子供であっても、性格は遺伝子で決まっているのだから、あなたは誰も変えることができないのです。これが絶対的な真実なのです。だから他人に期待することをやめましょう。イライラがなくなって自分の人生は自分で生きるという情熱が湧いてくるでしょう。では次3つ目に参ります。時間がないを捨てる。時間がないなんていうのは単なるダサい言い訳だとテストステロン氏は言います。考えてみてください。今夜憧れの異性とデートできるとなったら、死に物狂いで仕事を終わらせて定時に帰りますよね。親が危篤だと連絡を受けたら、仕事なんて放り出してすぐ実家に帰りますよね。時間がないっていうのはやる気と覚悟がないということの言い換えです。自分を騙すな。結局優先順位をつけているのはあなた自身なんです。時間を言い訳にしている限り、あなたは何も始められません。やりたいことがあるなら覚悟を決めてさっさとやるしかないのです。2チャンネル解説者ひろゆき氏も同じことを言っています。問題解決ができるかどうかは、あなたが本当に問題を解決したいと思っているかどうかだ。では本日のハイライトに参りましょう。本日はテストステロン氏の習慣のうち、常識とは反するようなインパクトの強い3つを紹介しました。1、夢を持つのをやめる。2、他人に期待するのをやめる。3、時間がないを捨てる。夢を持つのをやめて夢の呪縛から逃れ、
目の前のことに集中しましょう。そうすれば夢は自然と目の前に現れます。すべてのイライラは他人への期待から生じます。他人は絶対に変えられないので、他人に期待するのをやめましょう。自分の人生は自分で生きると覚悟を決めましょう。そして時間がないという言い訳をやめましょう。時間がないというのは覚悟とやる気がないということなのです。本日は以上になります。少しでも皆さんの心が軽くなればとても嬉しいです。この動画がためになった方は、ぜひポチッとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。